はい、どうも、新進です。皆さん、ズームズームしてますかということで、えー、今日の動画となりますが、2022年のスタッドレスタイヤ選びということでね、CX-60 をね、新しく私も含めてですけども、えー、購入したという方も多いと思いますが、まあ、それにね、えー、履かせるスタッドレスタイヤ、何がいいのかという形で、えー、以前のね、松山トークという、えー 動画の中で、えー、皆さん何履きますかとか、えー、どんなサイズですかっていうのね、募集、コメントをしてくださいっていう形で募集させていただきました。えー、コメントしていただいた皆さん誠にありがとうございました。えー、今日はね、その動画じゃないですか。コメントのをまとめて、まあ私の意見なんかも交えて、えー、おすすめのタイヤはどれかなと、まあ、いうことをお話しさせていただきたいと思いますのでね、えー、最後までご視聴いただけるとおありがたいと思います。ではではやっていきたいと思いますが、 うん、あのー、うんって何 <laughs> あのね、えーまあ、何がいいっていうのって難しいんですよね、スタッド・スタイルはね。まあ、その、乗って、乗って、住まわれてる地域とかね、えー使用、車の使用用途なんかにもよりますので、まず私の意見を最初にね、えー、申し上げさせていただきたいと思います。私のね、意見はね、まあ、あの、王様いるじゃないですか、スタッド・スタイルね。<laughs> お,お分かりの方もお分かりじゃない方もいるかと思いますが王様あのブリヂストンのブリザックという、ね、スタッドレスタイヤの中では、えーまあ、キングと呼ばれるような、ね、スタッドレスタイヤがあるんですけども、まあ、迷ったら、まあ、というか不安ならブリザック行くべしという形で、ねえー、思っています、まあ、とりあえずその不安ならというのは まあなんで不安なのかということを考えると、まあ、雪道の、ね、経験が少なかったりね、えーねにまあ、同じようなことだけど、ね、年に回しか乗らないとかね、えー、非常に雪に対して、ね、恐怖感があるという形であれば、一番、ねえー、効くと言われている、まあ、北海道,道とか、まあ、東北の方でも、ね、採用率が高いと言われる、えー、ブリジストンのブリザックを履いてのが、まあ、一番安心ですよという形ですね。まあ、お守りがありとして、えー 入っとくのが一番いいのかなと思います。ただし、あのー、これね、前昔昔一年ぐらい前に作った動画で言ったんですけども、ブリザックはね、ちょっと値段が高いんですよ。まあ、これがねネックになるので、まあこのまあ、ブリザックでいいだろうという意見はほとんどだと思いますが、だけどね、その <laughs> そうお金のこともあるので、そうじゃなかったらどうしようかと。 いうところを考えていかなきゃなというところで、えー、スタートレスのタイヤ選びというのがちょっとね、えー、話題に上がるというところでございます。えー、でね、あのまあ、私の持論としては、まあ、スタッドレス、ブリザックを選べばいいとは思いますし、えー、あとはね、あのなんだろうね、予算に応じてでいいかなと、実は私は思ってます。うん あの実予算に応じて買えるタイヤを買えばいいのかなというのもあの昨今の、ねえー、スタッドレスタイヤもなんかあの、まあ、有名どころのブランドであればなんか全然効かないとかねそういうのないんですよ、正直言って。<laughs> そうないんですよ <laughs> 要はね運転技術というかあの、まあ、ゆっくり走らなきゃいけないというのを、まあ、忠実に守って走ると。 で、あの、のあこれ滑らないなと思ってね、過信して走ったときに、えー、いろんなことが巻き起こるのでございます。<laughs> 私もね、あの、以前、新潟に住んでたことがありまして、もう結構前ですけどね、その頃はまだ ABS も付いてないよね古い車、あの FF だったけども、えー、古いね、車、ブルーバードのマニュアル車でしたね、その子はね、マニュアルをってたんですけども、その頃は、そのやっぱり、 やっぱりね、新潟の方々はブリザックをほとんど履いてましたね。他のタイヤはどういうのがあるのかもわからないようなね、私も状況で、じゃあブリザックを履こうと言って履いてましたが、あの、もう若いかったからさ <laughs> あの、FF ドリフトじゃーって言ってね、思いっきりアクセル開けて、ポンって離したらけずが出るみたいなね、<laughs> そういうのをやって遊んでたりしたんで、今考えたら危ないね。<laughs> で、何回かね、雪の壁に突っ込んだり <laughs>。 うん、速攻に押したりはしました、<laughs> それだから危ないからね、良い子のみんな真似しないようにしてくださいね。<laughs> そ,うそれが、あのーまあ、今の経験としてはね、あのー、車の挙動がどうなるのかっていうのがね、学べたというよりは学べたですね、け、あ、が、のーまあ、がなかったから今言えることだとは思いますが、あのー、滑った時にどうに車が動くかと、えー、分かっていれば、あ,のー、ある程度はね、えー、滑っても大丈夫と。 いうような形ではありますが、まあ、その辺がね、まあ、感覚的に分かっている方は、もうどれ選んでもね、同じですよね、えー、そのタイヤの、まあ、性質というか、ある程度ね、見極められると思いますので、これ以上踏んだらだめだなというのが、えー、分かってくると思います。まあ、それがあの、まあ、あの住んでる地域のことにも関わってきますが、えー、例えばね、あの東京に住んでて、 たまにスキーに行くということであればねゆっくり運転すればさほどねあの危険な目に遭わないと思います。のであの ゆっっくくり運転してください <laughs> といととうことがままずはメインになってますその中でね、えー、どんなタイヤを選びたいというのが、えー、特性がありますので、まあ、凍結路に強いのがいいのとかあとは雪道、まあ、圧雪にはほとんどのタイヤ、あのー、対応してますので、えー、あとは、まあ、要するにその凍結しているところがね強いか弱いかというのが重要になってきますので、まあ、その辺も、ね、加味しながら選んでいっていければと、えー、思います、はい。ということで、えー、募集した、ね、コメントを読み 見ながら考えていけきたいと思いますので、えー、まずは、えー、こちらねあもういきなりこの <laughs> タイヤから来てますけどタイヤねこれあのミシュランの X アイススノーというやつねこれはねまあ、マルチな感じですねそこまであのなんだろうどう何かに強いというものでもないんですけどもまあ、外国のね、えー、スタッドレスタイヤということで、えー ななんだろうな輸入車とかにも合うかなという形でございます。で、結構さ、あのー、660は結構輸入車っぽい感じなので、この、えー、ミシュランもね、合うかなと思います。これ、熊野子さんが採用したという、お買い上げいただいた、お買い上げいただいた、私からお買い上げいただいたわけじゃないんですけど、<laughs> 熊野子さんがね、えー、採用したということですあので、読ませていただきます、えー。スタッドレスタイヤは、もう先月購入して、えー、オレンジのお店で保管してもらってます。<laughs> オートバックスねね多分ね <laughs> 自宅付近はほぼ積雪のない地域でたまに日本海側にカニを旅に出かける程度なので、えー、舗装路でも走行性能の高い、えー、ミシュランエクサイス e の、えー、235の50の20インチにしましたということで、えー、20インチねこれは高いよ結構ね、うん、23550のね。 で、アルミホイールはせっかくのモダン専用ホイールなので、えー、純正を履き替えて採用、流用します。えー、さて、いよいよ来週末、納車です。次回のコメントで報告できることを楽しみにしています。そのままシン,シンさんところへ乗っていこうかなということで、<laughs> 来てくださいね。<laughs> 待ってますからね。<laughs> いや、あの、いいなぁ、いいなもう、もう納車になったかなわかんないけど、そろそろかね、うんなと思います。えー、まあ、ミシュランのね、タイヤ、この、舗装路でも、お 結構ねあの減りも少ないし、えー、乗りやすいというふわふわしなくて乗りやすいような、ねえー、印象があります。私も以前入ったことがありましたので、まあ、あの雪道でも全然問題ないですね。えー、全然問題ない、全く問題ないです。荒い運転はだめですよ。<laughs> 決して荒い運転をしたらどんなタイヤでもダメですけどね、<laughs> ゆっくり走ってくださいね。えー、全く問題ないと思いますので、えー、気に入ったという方はね採用してみるのもいいと思います。はい でえー、続いてねんーとー、こちら、これね、えー、横浜、あこれ横浜消えちゃったか、横浜のおアイスガード SAVG075 と。 いう形で、えー、これは、ね、私 CX-8 でで履いてるタイヤですで今3年乗ったのかな、3年乗って、えー、3シーズン履いてもまだ、えー、全然大丈夫だよという状態で、えー、昔ね、昔前に <laughs> あの動画上げたりもしてたんですけども、まあこ、これを c x g 0に <laughs> 4シーズン目なのに履かせようと思ってる、<laughs> ダメでしょうか。 まだ履くのかと。<laughs> ちょっと試しにね、あの4シーズン目にはいけるかなという形で履いてみようと思ってます。<laughs> ただ、皆さんのさ、あのー、ね、コメント見てて、ホイールをさ、いいやつ買ったとかいうのを見てしまうとね、ホイール欲しいなって思っちゃったりもするけどね、またお金がないので我 <laughs> 慢します。 まあ、来年はもう入れ替えると思いますけどね、もちろんこれ履いてみて、ダメだったらまあすぐ入れ替えますけどね、うん、まあこれ一応いけ,るないけるかなと思ってます。まあ、特徴としてはねこうオールシーズンな感じオールシーズン、ね、オールマイティな感じね、これもね、えーまあ、な,な何にしてもいいと、いい,い,い感じですよ、あの滑ったりはほとんどしないし、そうだな、まあ、表情性能もまあまあいいし。<laughs> まあ一番いいのはブリザックだと思いますけども、それにもまあ劣らずというような形の性能になっています。3シーズン履いて滑ったなと思ったのは急ハンドルを切った1回だけだね。それ以外は大丈夫でした。ほとんどね普通に運転している分には大丈夫でございました。はいこちらが、えーっとね、 サカキレチェステさん、ありがとうございます。えー、私もスタッドレスは購入しました、えー。純正の18インチと同じサイズのホイールとスタッドレスタイを購入しました。えー、18インチがね、235の60かな ?60 の18インチだね。で、ホイールはビレットスタージャパンのストラテジー ST というモデルをヤフオクで、えー、業者の新品長期在庫品を購入しました。えー、長期在庫とのことでバーブル、バ,バルブとチェックしましたが、えー 保管状態が良かったみたいで普通の新品と変わらなかったです。タイヤも去年製造の横浜アイスガードの、ね、新品をヤフオクで購入しました。社外品にしては地味見ですが実物を見たら純正よりは好みのデザインでした。地元のタイヤショップで組み付けてもらい全部で8万2000円ぐらいでしたと安いね、相当安いね <laughs>、うんあのいいも。いいお買いもしましたね。 でフロアとトランクのマットはセットで、えー、クラフトマートという業者に楽天を通じて購入しました。えー、ポイントバック含めたは2万6千円ぐらいで済みました。えー、質感も良かったです。ということで、えーまあ、あマットの反省も、ね、あ,ありましたけども、結構ね、あのお,お買い得というか、お,お買い物上手でね、えー、いい感じで8万2千円で済みましたと。とホイールセットでね、えー、いうことでございました。はい。そしてね、えー これは、あの、あのスタッドスタイヤのメーカーのコメントではないんですけども、私とね、同じ、<laughs> 同じ作戦の人を見つけましたので、58さんね、<laughs> スタッドレスは現在の CX8 に使っているものをそのまま使う予定ですということでは同じね、仲間よね <laughs>。 クロス D なので、12月納車予定で、その時には現、現 CX8 はスタッドレスに履き替えていると思うので、納車の時にディーラーで CX8 から CX60 にスタッドレスを移してもらう予定になっています。CX8 サイズのタイヤですので、CX60 は外径がちょっとだけ小さくなりますが大丈夫でしょう。もし見栄えが悪かったら、来年 CX60 サイズに買い替えようと思います。ということでございます。もう、もう全く同じ。<laughs> マジね。作戦よね。うん。まあ、ダメなら買い替えればいいからね。えー、で、YMK さんがね、ちょっと答えてもらってます。ちょっとぐらい外形が違くて問題ないと思いますよ、と。えー、程度の問題ですが、冬の間だけですし、えー、外形小さくなるとクロスミッションを組んだかのようなあ、出足が良くなったり、コーナーの立ち上がりが良くなったりするので、峠とか攻めるのにマッチするかもです。え、スタッドレスでそんなことしないって。<laughs> しねえな。<laughs> まずしねえな。<laughs> うん、はい。ということでね。<laughs> まあ、とりあえず、まあ、履いてみてダメだったらしょうがないけど、まあ、大丈夫だと思いますけども、というところで、えー、ございました。ありがとうございました。えー、続きましてね、続きまして、えー、こちらね、えー、来ました、王様、えー、ブリジストンのブリザック、と、ちょっと待ってね。 はい、えー。ブリザックですけども、これ、ね、VRX3 というね、まあ普通車に使うようなタイプのものでご、えー、ざいます。まあ SUV にもね、使えるという表記がありますので、まあ大丈夫だと思います。これが一番新しいやつね。えー、まあ高いよ。高いよ。<laughs> これは高いよ。で、SUV をブリア、ブリ、<laughs> ブリザックの DMV3 というのが SUV 専用のタイヤでありますので、まあ、CX60 はこっちの方がいいかなと思います多分サイドウォールを、ね、強くしてあると思いますのでこちらの方が、ね、いいのかなと思いますこちら、ね、採用された方はこちらねスーパーテクサンさんね CX60 の納車日は決まっていませんがスタッフスタイヤはすでに注文済みで近所のタイヤ販売店で保管されています もちろん20インチではなく18インチにしました。アルミホイールの方はタイヤド ETA っていうのかな、ごめんなさい読めないんですけど、えー、というブランドで 23560R187.5J の18で、えー、ET4 十八ハブ系七十三点一ミリ、豪、え、傑、ー、の百十四点三という仕様になります。えー、cx－sixty のハブ系は六十七ミリなので、えーハハ、ハブリングをつける、取り付けることになっています。えー、オフセットは四十。 CX60 が 45mm ですが、アルミの方は 48mm で 3mm 違いますが問題ないという判断です。タイヤはブリディストンの DMV3 にしましたと。雪国への装着率が高いという理由で同じタイヤをラブ4 p h v に取り付けて標高 800m から 1500m たりにある雪深い温泉宿巡りを今年の1月2月にやりましたが、問題なく走ることができました。雪見… の露天風呂は格別でした。今回注文のアルミ、タイヤ、ハブリングセットで18万8000でしたが、1年前に注文したラブ4 p h v 用はほぼ同じ仕様ですが、15万3000でした。販売店による値上がりがあったとのことでしたということで、ね、ありがとうございました。えー、スーパーテックさんさんは、ね、結構ねあの温泉巡りしてますからね。<laughs> 雪雪深いところでね。あの <laughs> これは、ね、ちゃんとしたタイヤが必要かなというぐらい雪深いところに、ねえー、行きますまあ、ブリヂストンはまあ正解でしょうねということでございます。ありがとうございました。私もまあお金あったらブリヂストンだな、これね、まあ、次もし買って分からんけど、うんまあ、つ続いてね夜遊び、えー、楽しむさん、ねえー、こんにちは、私はやっと来週末の 10, 10月14日納車の予定 えと予定連絡はありました、えー、クロスィハイブリッドプレミアムスポーツでオプションはスタンダードのもろもろセットですがヒーリングセレクションの中のスカーフプレートが欠品らしく納車後の装着になるそうですまたスポーツ内装が不足のため、えー、納期未定の受注制限がかかるようですで本題のスタッドですが私はビビビブリジストン派なので、えー、ブリザック DMV3 の純正サイズを注文を入れております、えーこれ で、来年の春まで夏用ホイールの剪定にワクワク妄想できますということで、まあ、あの純正のね、えー、ホイールにもう入れ替えるということで。 それと肝心な問題ですが現在、円安進行中で欧州は今年の冬が厳しそうな予報、も分かりますよね資本主義の営利企業の方針が、えー、今年スタッドレス購入の方は早めの注文を入れた方が良いと思われますよと、えー、売って白利の地域より、えー、爆益の地域で売りたいですよね、それではということでね値上がりしちゃったね確か9月で上がっちゃったんだよね。 うんまあ、早めの注文がいいと思われるということでございます。ありがとうございました。で、このブリザックはね、えー、ブリザックタイヤはね、ブリザックということで、お二方いただきました。ありがとうございました。これは間違いないですね。えー、間違いないところでございます。そして、続いてのタイヤは、こちら、はい。ダンロップの、えー、ウィンターマックス、えー、SJ8 プラスね。えー、これ、ダンロップもね、いいんだよね。 うん、ダウンロップは減りが少ないらしいです、かなりね。えぇ、ー、魔がね少、少ないので経済的ということで、さらに、えー、凍結にも結構効きますよという、もちろん圧雪の道路、道路っていうかあの、雪道でもね、えー、十分効くということでございます。こちらは、えー、パンダコさんを採用してますね。えー、スタッドレスを真面目に語ります。え初、ー、詣の、うん、<laughs> 大丈夫か、これ、大丈夫だな。<laughs> 表情性能ならブリジストンか横浜のゴムが柔らかくて氷に密着する性能は一歩リードですが、反面、ゴム素材で作ったスポンジのような発泡ゴムは一般的な車なら雪が消えて乾燥したカーブではプニプニして安定しないのが怖いですとえいうことですが、おそらくこれ発泡ゴムは、ねえー、ブリジストンかなのものなのかな あの横浜もそうかな、分かんないけど、その、まあ、雪がないところではね、オンロードではちょっと、ふにゃふにゃするかもしれませんよという、えー、コメントいただきました、ありがとうございます。これはまあ、あのー、たくさん乗られてる方はね、えー、ご存知なんじゃないかなと思いますが、えーまあ、詳しい意見ということでね、ありがとうございます。で、ちょっとハートが気になるんだよね、<laughs> なんか、変なこと書いてありそうで。<laughs> えー、CX60 なら安定してそうですというで、また CX60 の2トン弱を毎日通勤で地面にこすりつけながら走ると、ワンシーズンの使用でも結構減るんじゃないですかねと、もちろん運転の仕方で、えーまあ、モードは変わりますけども、えー、ゴムのエッジが減った後の性能は <laughs>、えー、宣伝しているほどの効くのでしょうか、えー、あくまでも私が疑問視しているだけなので、実際は走らせてみなければ分かりません。 それはまるで凍らせて、えー、凹凸のない、えー、ほら、来た、のような歯滑りをイメージしちゃいますが、まあ、それはそれで、えー、私は CX60 の車重を考慮して、えー、表情性能を向上させながらも、走行安定性に優れ、えー摩耗違う、対摩耗長持ち性能に期待できる、ダンロップのウィンターマックス、これ、丸いらないですよ、<laughs> 普通にマックスでいいですから。 をチョイスしましまた <laughs> え冬のイルミネーション、輝く公園とかでスキー場のホテルのベランダとかでロマンチックですねということでまあこういうところにね行ってねということでございます。このウィンターマックスはちょっと長持ちすると言われているものでございます、え。ー ね、あのなな日本海側じゃなくてね、確かね、東北の太平洋側とかで、えー、採用されているのが多いんじゃなかったかなと思い、違ったらごめんなさい、<laughs> 確かそうですね、長持ちするってあの、太平洋側って寒いんですけど、意外と雪降らないんですよね、うんまあ、降るときは降るけどもというところで、地域でなので、えー、採用されているというようなことを聞いたことがあります。はい、ありがとうございました、えー、続きましした続きてのタタイイヤヤはこちらねね東洋タイヤね、うん あれさっき俺、私、ダンロップって言ったよね。ダン東洋って言ったよね。違ったらごめんなさい。先ほどのパンダクさん、ダンロップね、うん。間違ってたらごめんなさい。で、東洋タイヤね。ウィンタートランパス TX と。これ、あの、はい、あの、なんだ。SUV というかあ、ハイト系ワゴン。だからあれだね。ミニバンとかにいいのかな。 というような形感じです。そして、えー、オブザーブ GSI6 と。GSI6。これが SUV に、えー、おすすめという形でございます。東洋のね、えー。氷、氷、うん、氷雪路からウェットドライ路面まで安定感のある、うそうです。もたし、SUV、CCV、専用スタッドレスということで、もう1個ね、まあ有名、有名というかのもあります。これが、えー、っとね、 そうよねオブザーブ技術2とこれは新しいやつ確かねうん 結構いい良さそうな気もしますけども、これも結構長持ちしますよというようなね、えー、形まあど、どれでもね、効きますよあの。大丈夫です。おそらく、うんまあ。予算に応じて買うのがいいのかなと。<laughs> まあ、まあ、なんか見ますけどね。<laughs> そんなに、えー、心配する必要はないと思います。はい。そして、えー、これ採用されたワンサマーさん、えー。私も皆様と同じで、14日にエクスポ納車予定です。えー、初期ロットで何か起こるかわかりませんので、念のためにジャフに いましたと <laughs> まあまあいいでしょうね <laughs> 納車後そのままキーパーラボで樹脂フェンダーキーパーし切ます料金は6100円とのことですスタッドレスは2355519、うん、これねあの後であの発表しますよこれこのサイズが意外といいかもしれないなと私は思ってますまあ20インチ高いからね <laughs> 高いから、ね、ワンサイズ落としたところだと19インチ 23555R19 ねを c x 8に使ったレイズのホイールを使用予定ということでレイズのホイール使ってたのならいいですよねそれを使わなきゃねもったいないね、うん、で積雪地域ではないので銘柄東洋のウィンタートランパスを購入予定ですということでございますありがとうございました はいということで、まあ、あの、銘柄決めてね、購入しましたという報告は以上になります。ここからはね、まあ、タイヤのサイズとか、えー、ホイールをどうするかというようなコメントをね、紹介させていただきたいと思います。まずはですね、英きパパさん、ジャパン、えー、せっかくプレスポ乗るなら、今回はちょっと上品なスポーツ系。 円形レイザーあたりを探しています今のところ円,円形の GTC02 マットブラックが気に入ったのですがやはりどの銘柄のスタッドレスと組み合わせでも25万はしますねということでこうちょっとねこういうあのブランド品ブランド品というかね有名なブランド品のやつになるともう,もうこういう値段になっちゃうんですよね25万とかね30万とか40万とか50万となってしまいますけどもまあお好きな方はつけてみて、えー、もういいかもしれませんはい でタイタンさん、5ヶ月悩んだ挙句スタッドレス用は235、5519とこ、これ、これ、これね、多いですね。で、ホイールをレイズにしたと。えーまあ、レイズさあの、多いね、人気ね。で、18インチまで落とすとスタッドレスだし、かなりブヨブヨすると、思う、えー、総額28万だけど、なんとかなるっしょうと、<laughs> 19インチの乗れ味が良ければ、えー、それに夏タイヤもいいかなとも思うということでございます。そうね。うん。いいね、レイズはいいね。 欲しいなぁ、これいつのね、ホイールのカタログっていうか、あれ見てたら欲しくなっちゃったけどね、ね残念、お金がない。<laughs> はい、そして、シンさんね、2356018届きました、乗り心地重視ですと。まあ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 、私もまあこの、まあ、225ですけどね、このサイズでございます。はい、そして、 ひるきパパさん純正の2355020は値段が高すぎるので、えー、なかなか手が出せないまた2356018はタイヤが厚すぎるのでダサく見えるから中間の2355519のホイールセットにしようかなと思っています、えー、それでも25万円ぐらいするからねということでねまあそうね同じですねだからこの このサイズいいかもね。で、一1 0 2 8三、シンシンさん、お疲れ様です、えー。先ほどディーラーから連絡がありました。えー、当初、ナンバー登録が10月11日で、えー、納車が10月20日の予定でしたが、早まりまして、とりあえず予定ですが、10月14日に納車することができそうです。えー、これ、明日だな。<laughs> まあい,いか。えー、天気が微妙そうですが、今から楽しみです。おめでとうございます。えー、スタッドレスも2356018で、8J、えー、8J なんだ。 えープ,ラえー、プラス40から40が面具合もいいかなと思っておりますえと、ー、なんだ試乗車を測定したら内側のクリアランスは12ミリ、えー、面は22ミリぐらいだぐらいいけそうでしたあくまでも素人の測定なので鵜呑みにしないように冬が明けたらギッチギチだろうけども、えー、22インチ 9J ぶっ込みたいと考えてます<笑><笑>いいねいいね <laughs> ぶっ込んでほしいね <laughs>。とにかく。その写真が早く私は見たいね <laughs>。お願いします <laughs>。はい。 続きまして、マイドさん。シンシーさん、こんばんは。初コメ、よろしくですおめ。ありがとうございます。初コメね。25S の AWD オーダー済みのものです。スタッドレスタイヤの件ですが、毎年、えー、夏冬タイヤの他に手を焼いています。特に20インチは重いと思うと。えー、ので、今回は AWD もあり、18インチでオールシーズンタイヤにしようと思っています。えー、一冬で数回スタッドレスがあればと思うエリア。オールシーズンタイヤは初めてなのですが、シンシんさんや皆さんはどのように思われますかということで。これあの この手もあるね。あのー、オールシーズンタイヤ、もう履いちゃってて、えー、ちょっと雪が降ったぐらいでは全然大丈夫ですよと。まあ、このオールシーズンもね、あの圧雪路ならだ、まあ、大体大丈夫ですよと。まあ、無理はできないですけどね。えー、圧雪路なら大丈夫。まあ、あの凍ってるね、ガッチガチの氷のところは、なか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  あの厳しいかもしれないので、えー、あまりね過信はせず、えー、走っていただければと思います。まあ、スタッドレスにはかなわないと思われます、おそらくね。うん、なので、えー、あんまりね降ってしまったときとか氷、寒波が来てね、ねこういうときはあのやめておいた方がいいかもしれないですね。えー、圧雪路なら大丈夫だと思います。はいそして、えー よしきさんえー、スタッドレスは18インチにするか20インチにするかまだ迷ってますよと。よ、えー、自分の車来て乗ってみてから決めようと考えてます。あ,あ松茸、しめじ、うーん、えのきさん、<laughs> もう、何でもええー、で。<laughs> そろそろ千葉に着いたかな、近くの方,方いたら,ら、ド、e、ラレコ、ETC 装着女子お願いいたします。<laughs> 早くね、仕上げてくれということですね。 <laughs> ありがとうございました。えー、18、まあ、前、まあ、悩むね。18インチかね。まあでも20インチはちょっとでかいからな。うん、18か19でいいんじゃないかなと思ってはおります。はい、続きまして、マサさん。こんにちは。スタッドレスについてなんですが、えー、結構皆さん18インチ選ばれる方多いですね。と。えー 多いみたいですが雪国の方が多いんですかねと自分は九州在住で雪も何年かおきにどっさり降ることもありますがそのくらいなら19インチでいいかなと思っているのですが、えー、まああとのこと冬タイヤ交換の際考えると金額安い18インチがいいのかなとか思うんですがどうでしょうかということでまあ私の意見を言わあの申し上げますとあの 予算的にそうでもないの、なんていうの、難しいのであれば18インチで、えー、十分いいと思います。も,もしねあの、余裕があるのであれば19インチの方が、まあ、見栄え的にはね、うん、多少良くなると思いますので、えー、19もいいのかなと思います。まあ、どちらにしても、そのスタッドレスが効くとか効かないっていうのは、そのインチサイズではないのでね、えー、どちらでも大丈夫だと思われますあの。かっこいいのは19インチでしょうね、おそらくね。はい、ということで、えー、続いて、 でございますこちら藤俊くんさんんん、えー、んしさんこんばんは。<laughs> 今回の動画は楽しくハーリンケンさせていただきました。スタッドレスの特集ということで、えー、自分のコメント読まれるかなって、YMK さんとパンドコさんの掛け合い楽しかったな、さすがに最後の方はしんしんさんの自習規制したなとか、<laughs> ちょっとね、あのもう読めないなっていうのがあって。 私もお二人に混ざってコメントしてましたがやはりレベチですねと、えー、それでスタッドレスの話ですがまだ買ってませんが多分富士のセットにすると思います、えー、これが一番安,安心かなと、えー、プレスポの納期がとても気になりますということで、えー、ございますまあスタッドレスね選ぶのはあのーまあ、もちろんホイールを選んでタイヤを選んでこれにしたいというのもありでしょうけどもまあ面倒、あのー、くさいというかね、まあ、大体こう見て、えー、これで っていうのはのはあタイヤの富士とかね、あとはタイヤフットかな、タイヤフットなんかでもナル中ネットで注文できます。えー、まあ、富士の方はねあの、フィットネスルームといってね、えー、見れ見あのサイトを見るとわかるんですけどそこに、えー、自分の車を登録して、えー まあある程度サイズを選んでホイールがどんどんつきましてつくとえこんな感じになりますよっていう自分の車のね色とかこう決めて決めてるというか登録して大体、えーいいまあ、画像でこんな感じになるかなというイメージがつくような、えー、システムがありますただね先ほどねあの検索したんですけどまだ CX60 がねないんだよねだから CX5 とかねその辺で大体、えー、いいこんな感じかなみたいなね、えー、イメージはできると思いますが、えー もうちょっとと出るとは思います、まあ、富士山のやつもね選びやすいしあの種類がかなり豊富なので、えー、おすすめです。まあ、あとこのタイヤフットさんねこれはあのネットで注文できて全国にね4000円 4000箇所ぐらいかな、あの定型の、えー、取り付け店があります。で、オートバックスが、あのー、取り付け店も入ってるので、えー、そのネットで注文してね、オートバックスに取り寄せて、オートバックスで取り付けてもらうということももちろんできますし、えー、定型の、ね、ガソリンスタンドとかお店で、えー、そこに置く一番近くのね、そこに送って取り付けてもらうということも、えー、ことも。<laughs> <laughs> できますので <laughs>、両方ね、おすすめの、まあ、ネットで注文したり、えー、お店で注文もできますけども、えー、おすすめとなってますまあ、概要欄にね、ちょっとだけ、あの、あのなんだ、サイトの、えー、リンク貼っときますので、ね、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということでね、えー、最後のね、コメント、こちら、えー、パンダ子さんに決めてもらいました。えー、まあ、藤吉くんさんのね、コメントに返してもらったコメントなんですけども、 降、えー、雪量の多い地域や、えー、凍結路面を走る期間が長い方は氷上、えー、性能を最優先でブリヂストン横浜、えー、その他という選択肢がその他という選択肢が一般的でしょう世界一のツルツル路面で有名な札幌市の一般ドライバーの5割、えー、タクシードライバーの7割がブリザック装着という事実が信憑性の高さを物語っています、えー、ただ本音を言えば冬タイヤの限界は超絶低いので、えー、ブリザックを履いているから安心 と思い、えー、タイヤ性能より、えー、運転技術が下回れば事故るし、えー、タイヤをか信用できないからスピードは出さないという方が、えー、安全かもしれないですよねと、えー、総合して判断するとどのタイヤを選ぶかよりも運転中にそのタイヤの性能を自分のコントロールの支配下に置き続けられるかということの方が重要だというのが私の見解ですつまり河、えー、北綾香かな <laughs> と本郷愛 え青空、光、それぞれのルックス、スタイル、うん,ん、<laughs> 違いがある。おい、これ、あれか。セクシージョイか、みんな <laughs>。目的を達成するという手段で <laughs>、として誰を選んでもえ満足できるのではという <laughs> 意味を込めた発言でした <laughs>。最後はちょっとね、皆さんね、あの、どうでもいいんですけど、どうでもいいんですがね、あんまり参考にならないんですけど <laughs>。まあ、でも、あのー、 これ、あの冒頭に私申し上げたことと、まあ、ほぼ同じようなね、感覚なのかなというのは、え、思いまして、一番最後にね、これも、鳥として、あの、まとめとしてもなるなと思いまして、この最後にね、ご紹介させていただきました。まあ、要はね、ブリザックでも、ダメなときはダメだよということですよね。いくらブリザックでも。うん。だから、あの、どんな運転の仕方をするかということの方が、実は大事で、え、ありますので、えー、 どのスタッフを買ったからダメだとといいうこでではないです限界がどの辺にあるのかっていうのをちょっとだけ見極めてもらってどういう運転をするかというのをね、えー、ご自身で考えながら感覚で取り入れながら運転されるのが一番かなと思いますただあのタイヤの性能もねあの一応ランク付けというかねこれが一番効くと言われているのはブリザックですので不安な方はねまずはブリザックを履いて慎重に運転するというのが が私のね、えー、この,動画のねねこ動画結論となりますあのでも私自身はね横浜履いてますけどね <laughs> 横浜も結構いいよ、うん、全然いいそして今まで履いた中だと横浜とあとはミシュランかミシュランも良かったしミシュランも滑ったことなかったな確かでまあ、東洋とかねあの会社の そう仕事の車は東洋のすっごい安いやつで履いてるんですけどそれはちょっと厳しいかなっていう気もしないでもないけどそれでもねあのな何の制御もついてない <laughs> AD 版に乗ってでも大丈夫なので、えー、まあ年に何回かねしか振らないとかいう方は、えー、全然何何どんなものでも、えー、大丈夫なのかなと思いますあのそ,れそれぞれね人それぞれ意見はあると思いますが、えー、ご参考していただけると思い,、えー、いいと思います はい。ということでね、今回の動画は以上となります。えー、皆様ね、どうお考えでしょうか。スタッドレスタイルはねあの、自分の身も守る、車を守る、家族の安全を守るものでありますのでね、えー、慎重に決めていただいて、安全運転でね、雪道、山道、スキーなどに出かけていただければと思います。はい。ということで、えー、まあ、こう、これね、続きもしかしたら作るかもしれませんけども、えー、どの銘柄がこんな感じがいいよっていうのも作るかもしれませんが、今回はここで、 一旦終了ととさせていいいただきますはい、ということで、ね、この動画参考になったとか、えー、スタッドレスタイヤー4シーズン目お前行くのかと <laughs> <laughs> 思った方はね高評価並びに、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。行ったるで行るでわしゃダメだったらすぐ買い替えるけど行 <laughs> けると気がすんだけどな <laughs> ということでまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイ